ロシアソ連の宇宙物理学者、数学者、気象学者。1922年に一般相対性理論の場の方程式に従う膨張宇宙のモデルをフリードマン方程式の解として定式化したことで知られる。彼のモデルは彼の死後、1929年にエドウィン・ハッブルの観測によって宇宙膨張が発見されたことで高く評価されることとなった。アレクサンドル・フリードマンは1888年にロシア帝国のサンクトペテルブルクで音楽家の父とピアノ教師の母の間に生まれた。祖父の代にキリスト教に改宗したユダヤ人の家系。サンクトペテルブルク大学に入学して数学を専攻し、卒業後はパブロフ高層気象観測所で気象学を学んだ。フリードマンは生涯のほとんどをレニングラードで過ごした。第一次世界大戦ではロシア軍の航空兵に志願し、爆撃手として戦争に参加した。大戦末期には航空隊を指揮するようになり、軍で弾道計算なども行っていた。ロシア革命の後、ペルミ大学の力学の教授となった。1920年にサンクトペテルブルクの科学アカデミーに戻り、量子力学や相対性理論など、当時最先端の物理学を研究した。また、レニングラード大学で教鞭を取った。当時の学生に、ジョージ・ガモフがいる。1922年、一般相対性理論に基づいて、膨張する宇宙のモデルを発表する。1925年に37歳で没した。公式の記録では、死因は、腸チフスとされているが、ガモフの談話では、気象観測気球を上げている際に風邪をひいたのが元で、肺炎を起こして死亡したと言われている。1924年1月7日に、ブリュッセル科学アカデミーによって出版された、フリードマンの論文ウバーダイ・モーリチ・カイト、アイナーベルト・ミット・コンスタンター・ネガティビル・クラムンクで、ラウムズにおいて彼は、ただし、0、負の極律を持つ3つの宇宙モデルを取り扱った。同時期に、アメリカのロバートソンとイギリスのウォーカーがそれぞれ、独立に、アインシュタイン方程式の時空の計量を解析して、同様の結果を得ていた。今日では3人の名前をまとめて、フリードマン・ロバートソン・ウォーカー計量と呼ぶのが、一般的である。ありがとうございます。